はいどうもお疲れ様です。 TI クランのルーでございます。自分は Apex Legends では皆さんご存知の通りセンチネルをメインに使っていまして、センチネルはシーズン4で登場したのでちょうど2年半くらいでしょうか。2年半センチネルをね使い続けていたら、とうとう運営からね連絡が来たんですよ。新シーズンハンテッドで新レジェンドバンテージが出ますと。バンテージはスナイパーに特化したレジェンドなので、バンテージとスナイパーを使って新シーズンの魅力を PR してくださいっていう案件がねとうとう来たわけですよ。ありがたい話ですよね。ただバンテージとスナイパーを使えとしか言われていないので、一応チャージライフルを使ってもいいんですけど、私はチャージライフルはスナイパーとは認めていないので、今回はセンチネルでいきましょうか。でバンテージの能力ね、前回のアプデ解説で話したので内容を重複するんですけど、改めて説明させていただきます。パッシブはスポッターレンズって言って、2倍スコープ以上で敵を覗いた時にその敵部隊のアーマーや人数が全部わかるっていう能力ですね。人数有利かどうか、そしてアーマー有利かどうかすぐわかるんで、まあ、戦うか逃げるかの選択が簡単になるわけですね。で3倍以上のスコープで覗くと真ん中に青い丸が映って縦偏差がわかるっていう能力ですね。まあ、クレーバーとかで確実にヘッドショットしたい時にね役に立つ能力ですね。戦術アビリティはエコー配置、エコーを最大 40m 先まで飛ばしてその位置までジャンプするっていうアビリティですね。長押してすぐにジャンプできます。これ注意やねんけど、1回ジャンプした後はすぐに回収した方がいいです。回収忘れてると次飛びたい時にね飛べないなんてことがあるんでね。でウルトはスナイパーのマーク、これはセンチネルを改造したものなんでみんな使ったらわかると思うけど、センチネルより弾速がはるかに速いです。ほぼヒットスキャンなんで当てるのはめちゃくちゃ簡単です。あと38倍スコープなのになんとエイムアシストが効くんですよね。普通エイムアシストって48倍、6倍、40倍にはかからないんですけど、バンテージのウルトはなんとエイムアシストが効きます。パッドの人おすすめです。これを敵に当てると10秒間その敵に対して味方全員のダメージが 15% アップします。でウルトのスナイパーだけは10秒間ダメージが2倍になります。だからスナイパーのマークを2連続でヘッドショット入れると、まあほぼ倒せるっていうことですね。はい、まあレジェンドの能力簡単に説明するとこんな感じです。じゃあ今回はセンチネルメインに使っていくんだけど、パッシブで縦偏差が分かりやすいんでこんな感じに打てばいいんだなっていうのを参考に動画ご視聴ください。あと動画の最後の方に幕張メッセでのレイジイベントについてお話します。この家にみんなで行くぞ。ダメやね。俺ここにここ焦るわ。この先端部分デパテール部分。えい、はい武器ないと。待って金エールある。くれー。バンテージ金エールはねやべえから。これ来たよ。これはなんとかなんとかこれは取れたかしなければ。さすがにそんなすぐ倒せばなんか。はい。行くでー。はい、行くで、当ててるでー。ナイス。解散勢力です。ちょっと君からアーマーもらうわ。アーマー弱っ。お、促進剤じゃん。終わり？終わり？え、この、ここをこんだけしかおらんの？珍しい。なんか目ん玉が痛い。目ん玉が痛い？うずくってやつです。中二病ってやつ？まあ、俗に言う。あはおぉ、まだそんな年頃なんだ。24歳にしてやっと開眼した。そろそろ塞ぐ頃やけどね。あ、なんかいる。ナイス。俺とファイトしろお前ら。あ、挽回くんかーい。やり合ってないなんか。やり合ってるね。左やり合ってる。あ、アーマミー乗せれたパッシブで。え、ま、中これ奥だと思ったよ。奥や、多分。え、奥じゃない。え、中なんこれ。え、外やわ。外やん。めっちゃ外。マジか。ウルトやっちゃうか。1人やり。ナイス。当ててる。2やり。ナイス。これ中、ちょ待って、中さんバットソンランド&コースティックやで。やばない。こっちやっちゃわない。とりあえず、あ、いいよ、やっちゃう。それそこに俺グレー投げるから。あ、上にもいる。うわやば。あ、別やわ。いやこれエグい。あ、これやばい。回復するわ。ちょっと一旦距離取るね。俺回復する。俺も回復してるよ。バンカーになすりつけよう。これさあ、あいつらバンカーやりやってくれんかな。ワンチャンそっちまで行けるかもしれない。無理かな。いや、ちょっと強いな。パッシブで見えんの木の裏とか。
いけそう。お、いけるか。いくわこれ。いけそう。ちょ、頑張って俺にヘイトくるように。あ、終わった。見える、見よう見よう。いやー、2発当てれねんか。木の裏、当たらん。一発当てた、バルキリー。俺結構ヘイト勝ったけど今、どう？ダメ？バルクめっちゃロー。1人やった、1人やった。ナイス。え？これ別パかな、これ。これ別パ、別パ。うわー、大変だ。頑張ります。バンカ来た、バンカ来た。ちょっといけっすね、これ。オッケー。ちょっと ここも立派おるわ。バッテリー1本しかない。一本か。そんな。バッテリー金山もらうか。でセンチネルと、これだよ。バンカーティーがさ、バンカーがさ、何何。なんか一生こもってない、なんか。待って、こっち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 。割れてる、パス。パスロ、パスロ、パスロ。ナイス。ちょっと変わってね。セルマクは。もう一人いろ。ナイス。強い。あと一人。やろこれ。それ俺がヘイト買ってるけどなんか知らんけど。あーしょー。おー、次バンカー来るぞ。おい。ちょっと待って、ランジの弾なくなる。あ、くそ、あっちなんかあれ。どこいるそれ。ここ。楽しそうやね、やり合ってるわ。一人バンカー、バンカーに逃げ込んでたけど。バンカーにまた逃げ込んだ。いや、バンカーエグすぎやろこれ。やっちまうかも。なんでやってんの。あ、ガス、あ、ダメだこれ。ダメだこれ。うざすぎる。ここね。オッケー。待て待て、絶対一回引いてほしいかもな、普通に。なんて？それ言ってるわ、言ってるわ、言ってるわ。ルーサー回してる、回してる、回してる。マジで言ってる。俺ちょっと死ぬ。了解了解了解。多分大丈夫そう。これややこしすぎん。あとなんかレーザーサイトどっかから来て、やばい。お前遠距離勝負するか。お前やばい、ランページの弾がなくなった。うわ、危ねえ。弾なくなんの。くそ、倒せなかった。いや、いてえって。待って、こっち近いわ。来た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 かもしれん。これバンカー多分引っこもってるから。やった、それやった、やった。ナイス、うますぎる。8対8、山折り。ジャンプは良くない。あ、奥端割れてるよ。後ろ来た、後ろ来た。おい、ジャイアンこっち押そう。ジャイアンこっち押そう。バンカーもういいよ。ここだわ。1人やり、オッケー。パッシブで確認する今ない。フライト死ぬな。大丈夫。どこカバーしようし。いけ、負けよ、いけ、負けよ。うん、やってんじゃん、あれ。あ、これパッシブ強いな、普通に。木の裏見えんの。はい、ここね。あいつチャージした。160、あいつ。ナイスナイス。減らねえわ、これ。待って、飛んだ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 。あれか。当てた、当てた、チャージしてる。あれ、当てた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 、あれ。無理、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 26、26。いや、無理だ、さすがやったな。ちょっと、もう無理。だって、こんだけ戦ってパーティー減ってないんやけど。アンチは入ってるからね、俺ら。はーい。危ねえ。当てた、オクタン。ダメだ、車線切れたぜ。そういうもんよ。オクタン100。オクタンやった。ナイスナイス。オッケー。いやー、あ、詰める？オクタン、ジャンパーだ、ジャンパーだ、これ行こう。オッケー。やったー、イエーイ。金バック。ナイス。あとは2パ。一生戦ってます。あっちか、そっち。もうアンパが分からんね。うん、あ、おっ、コースティックやった。うわ、いや、めっちゃフォーカス食らった。降りてきて、降りてきて。いや、怖え。ギリギリリバイブ入るか。大丈夫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 。何、クレーバーとクレーバー。あぶね。グレーバーセンチなのか。センキュー。 あいつらスナイパーやばいな。いや、その先動作やばい。確殺確殺。ナイス確殺。ノーバー79。おしご。これはちょっと前でなあかんか。88。間違いだから。やったやったやった。ナイス。右いる右いる。回しろ回しろ。
マジでいる。あー別パートファイトちゃった俺。うわっ、うわまたクレーバー食らったゴンベー。やばい、無理だこれ。あ無理だこれ。あ無理だねこれ。無理だなこれ。ジャイアンなら、ジャイアンなら、ジャイアンならいけるこれ。よっしゃ、もうゾーンに入ろう。ジャイアン、ここでゾーンに入らんかったらどこで入る。いけるー、オッケー。そうそうそう、あ、やめて。うわお前クレーバーはヘッショはエグいってマジ。はい、ご視聴ありがとうございました。新レジェンドのバンテージ使っててめちゃくちゃおもろいんでね、ぜひ皆さんも使ってみてください。でちょっと冒頭で触れたレイジのイベントについてなんですけど、8月27、8月28日に幕張メッセでレイジエイペックスレジェンズっていうイベントがあって、1日目はストリーマーでのオールスターマッチで、2日目は競技勢のオールスターマッチがあって、自分は1日目にオンラインで参加します。自分は現地参加ではないんですけど、名だたるストリーマーの方々がオフラインで参加されているんで、ぜひねチケット買って見に行きましょう。詳細は概要欄に貼っておきますね。はい、それではご視聴ありがとうございました。